ほー、おんかです。こんにちはでございます。マウンテンというわけで、山ダジャレクイズ第4弾、早速出していきたいと思います。それでは第1問、ドゥドゥドゥン。富士山には登山道はいくつあるでしょうか。富士山の主な登山道はいくつあるでしょうか。トゥ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 。正解は4つ。第4弾だけに4つ。静岡県側に3つありまして、山梨県側に1つあります。主な、山梨県側の吉田ルートが一番結構東京からアクセスしやすいので登る人が多いと思います。私は吉田ルートの8号目で働いてました。富士山に持っていくのはお富士山。富士山にはお富士山。山田じゃれー。ちなみに豆腐でも大丈夫ですね。豆腐寺さんなんちゃって。はい、というわけで第2問いきたいと思います。ドゥ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 ン。一本立てるという山用語はどんな意味でしょうか。一本立てるという山用語はどんな意味でしょうか。トゥ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 。正解は休憩をする、休憩するという意味です。由来は牧歌さんが牧歌の荷物を下ろさずに荷物の底に一本板じゃない杖棒みたいなものをですね、こう立てて、で休憩するんですよ。下ろさずに、荷物を下ろさずに休憩するということが一本立てるという言葉の由来になっているそうです。この杖折れないなんて、とっても杖だけにない。第3問に行きたいと思います。トゥトゥントゥトゥン。第3問、ウェアを重ねて着る、そうになるという意味の着方。ウェアを重ねて着る、そうになるという言葉は何でしょう。方ですね。何でしょうか。正解はレイヤリング。レイヤリングです。はい、あれですね。あ、その着方いいレイヤリングだねみたいに使うと思います。ナイスレイヤリングと思いますよ。そうですね、結構レイヤリングって結構山で重要でして、重ね方で何だろう、変わってきますね。結構汗のかき方とか、層になって1枚入るだけで、結構何だろう、空気の食い止めみたいのがあって、寒くなくなったりとかです、はい。このダジャレは、あ、ナイスレイヤリングの人だ。今日もお疲れレイヤリングみたいな感じのダジャレを言ってもいいんじゃないでしょうか。
ナイス山田じゃねというわけで、今回も3問お送りいたしました。はい、というわけで今日も山に親しめたでしょうか。お山、山だけにお山な発見があれば嬉しいなと思います。それではこの山田寺でクイズ、また時々お送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。マウンテン。